タリアンバイク研究所都市と申します。ここはいつものバイク神社。時間は夜の11時40分。あ、電気ついた。さっき消えてんけど、こんな時間に何を。あ、消えた。あ、そっか、反応したらつくやつや。なんでこんな時間にこんなとこにいるかというと、このバイクに乗りたくてうずうずしてるんですけども、明日僕お休みなんですが、明日からの3連休ずっと雨っていうことでね、計算したら次の木曜ぐらいまで乗れないなということで、思わず出てきたと。で、あそこの道まで来たらね、あ、1台バイク止まってるわと思って、誰かいるかなと思って寄ったら、バイクだけ置いてあって誰もいないっていうね。この持ち主はどこに行ったかわかんない。めっちゃ怖いって。ヘルメット2つあるんでタンデムして来られたんやと思うけども、分からへんし、コーヒーだけ飲んでね、さっさと退散しようと思って、で、さっきね、LINE グループ、ね、僕のバイク友達たちのところに、バイク神社に来たら、一人ぼっちですって言ったら、後ろにね、白い服着た女の人がね、タンデムしてるかもしれへんよとか、めっちゃいらんことみんな言うてくるんでね、ほんまに怖なってきて、とっとと出たいと思います。鳴らし運転終わったんでね、エンジン回せたらいいなと思ったんですけども、よう考えたら夜やしね、あの二人か、トイレ行ってたんかな。あ、よかった、人がおって。そうそう、エンジン回すのはちょっと怖いなと思って、のんびり走ろうかなっていうところです。どうせならですね、まあ、せっかくこの雰囲気なんで、僕が持ってるとっておきのね、ネタというか、ジャンルで言うと、ゾッとする話っていう形でね、お話ししてみようかな。バイクには関係ありませんけども、53年生きててね、最もゾッとした瞬間の話っていうね、鉄板ネタがあるんですよ。女性の方が聞かれることはないと思うんですけども、もし今から話す話を聞かれたら、200% ドン引きするような話なんですけども、イタリアンバイク研究所都市のゾッとする話ということで聞いてください。暗い方へ行こう、どうせなら。では行ってみましょう。はい、高校1年生の時の話なんですね。高校1年の時の夏休み、僕15歳の時です。ちょっとその前に中学3年の時にね、僕仲の良かった友達がいてて、その友達のとこにね、高校1年生の夏休みにね、たまたま遊びに行ってたことあるんですよ。部活が休みでね。そしてその中学の時の同級生 T 君っていう名前にしときますけども、この T 君のとこ行ったらね、面白い話聞かせてもらったんですね。 T 君には2つ上のお兄さんがいてて、大阪のめちゃくちゃラグビーが強い高校でラグビー部に入ってる兄ちゃんがいてたんですね。で、ちょっとうちの兄貴の話聞いてくれよ、言うて。で、その話っていうのがね、そいつの兄ちゃんが高校でね、ラグビーの練習してる最中に、ボール持って走ってたら、下半身に思い切りね、タックルを受けたらしいんですね、正面から。で、もろに入って、あまりの痛さでね、パッとね、自分の打った患部を見たらね、とんでもないものがね、飛び出してたそうなんですよ。で、それは何かというとね、金玉。はい。タックルした人の肩のね、骨が直撃してね、急所に。で、皮を突き破って物が飛び出してたそうなんですね。で、それを見たその兄ちゃんがショックでね、動けなかったところにね、周りの人が集まってきてね、で、先生がどっからね、おどうしたんや言うたら、金玉出てますって言って周りの人が言うたという話でね、潰れてなかったんで一応大事には至らなかったという話を T 君から聞いたんですね、僕。で、思わずお前の兄ちゃん人生終わったやんけって言って、あまりのその体験、そういう風に俺言うてたんですよ。めちゃくちゃ面白いじゃないですか、そのネタで。そんなことがあって、その友達ん家出てね、また次の日からまあ学校の部活をしてる最中ですね、部活前に夏休みなんでグラウンドの土煙が立たないようにみんなで水をまくっていうのがその練習前のねルールだったんですよ。バケツに水汲んできて手でパチャ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 かけてから練習始めるみたいな、そんなことをしてたある日ですね、水をですねグラウンドに撒いてるはずがですね、やっぱあの暑いんで自分の体にかけたりね、周りのチームメイトの体にかけたりし合う水かけ戦争状態みたいな状態になってたんですよ、ある時。
で僕もそれに混ざってね、バケツの水をみんなにかけたりしてたんですけども、人一倍僕はちょかちょかしてたんでね、後ろからそっと忍び寄ってね、あるやつに頭からねバケツの水ぶっかけて大笑いしたりって、そんなことしてたんですよ。それがですね、エスカレートしてそのグラウンドがあってね、その横に体育館が併設されてたんですけども、その体育館の壁沿いにね、みんなが着替える荷物を置いてたんですけど、その水かけ戦争をやってる最中にね、こそっとねバケツの水を汲んだやつを手に持って体育館の中に僕入っていったんですよ。で2階に上がっていって体育館のベランダに出たら、その真下がみんなが着替えてるところだったんですけども、そこに目がけてバケツの水をね、下にいるやつにね、ブワーって水かけてね、お前やめろやーとか言うて、でまあ大成功言うて、僕まあ大喜びしてね、まあそんなんやってたんですけども、その体育館の2階のベランダまでわざわざ行ってね、目的を達成したわけですよ、みんなに水ぶっかけるっていうね。で、またぐるっと回って体育館のね入り口から戻ってくるのがね、ちょっと距離があったんで面倒くさくなってね、帰り道はそのバケツをね、下のやつにもポイって渡して、そのベランダの目の前にですね、国旗掲揚するためのポールが2本そびえ立ってたんですね。学校にあるじゃないですか、ステンレス製のポール、あれがですね、そのベランダから約1メーターほど離れたところにそびえ立ってたんですよ。でそのポールに飛び移って、でその棒をね掴んでからそれを伝って降りてこようというね、今では考えられへんぐらいアホやったんですけども、まあ、そうやって下に降りようとしたんですよ。ちなみにその時の僕の格好っていうのは、サッカーパンツとストッキングとスパイクで、上は裸やったんですね。当然その前に水かけ戦争をやってるからね、僕の体ももうびちょびちょに濡れてたんですね、サッカーパンツも含めて。そんなん気にせんとね、ボールに飛び移ったんですよ。僕イメージでは一回しっかりとねキャッチしてグッと捕まってからじわじわ折れる予定だったんですけども、自分の体がびしょ濡れだったので、ステンレスのボールとの摩擦係数がね限りなく低かったんでしょうね。飛び移った瞬間、一番下まで約3メーターぐらいだったと思うんですけども、ストーンと一気に落ちたんですよ、ボールにしがみついたまま。で地面で僕思いっきりお尻打ってね、尾底骨割れたんちゃうかいうぐらいお尻を強打してね、あまりの激痛にね、言うてもがいてたんですね。それを見てね、周りの友達たちが当然手を叩いて笑っとったんですよ。だってアホすぎるでしょ、上に上がってねバケツの水かけてウェー言って喜んで、で降りてくる時にあの一気に下まで落ちるみたいな。でまあみんなが笑っとったんですけども、その間僕痛がってたんですけどね。でお尻の痛みで気づかんかったんですけども、はっとね自分の股間の部分を見たらですね、サッカーパンツがですねちょっと赤く染まってるんですね。であれってなってね、ちょっと嫌な予感したんですよ、嫌な予感で。よく見たら破れてるんですよ、サッカーパンツが。でまず思ったのがやばいと、お母ちゃんに怒られると、大事なサッカーパンツ破って。でそーっと見たらね、中のパンツもね赤く染まってるんですよ。でね、その嫌な予感がもうねどんどん広がっていって、その中のパンツの中をチラッと引っ張ってね見た時に、とんでもないねものが僕の目の中に飛び込んできたんですね。それを見た瞬間パニクったんですけども、まず言葉からどこかに行かないとと思ったんですね。人目を避けないとみたいな。そしてね、お尻打ってるからね、お尻打って痛がってるふりしながらね、ちょっと物質行くわー言うて、30メーターほど離れた物質までね、お尻をさすりながら入っていったんですね。お尻を強打したからなんかシップでも貼りに行くんかなっていうような演技をね醸し出しながら行ったんですよ。で物質に入ったら一人、サッカーパンツの破れた部分と中のパンツの破れた部分をもう一度開けて見てみたらね、さっき言った恐ろしいものが目に飛び込んできたんですね。でそれは何かというと、金玉袋がね約3センチほど裂けてですね、中から金玉がこんにちは言ってね、こんにちはって言って僕と目が合ったというかね、覗いとったんですね。でね、それまでもね金玉というものはですね実在することは知ってたんですけども、まあ、実際に出会うことないと思ってたんでね、人生で。だって川に包まれてるからね。それを突き破って覗いとったんですよ。でパニクりました。どうしたらええねやろと。まずね、僕が思ったのは、今日という日だけはなんとか乗り切ったらなんとかなると。水間入れたはね、部活始まる前ですからね、
もう言うてる間に練習始まる直前ですよ。まだ先生来てなかったけどね。で、どうしようどうしようと思った時に、自分一人の力ではどうにもならへんと思ったので、同じ学年の中でも最も俺の言うことを忠実に聞いてくれるであろう、もう本名を言いますね、これもう竹山ってやつおるんですね。もう何十年も会ってないから名前出しますけども、竹山を呼んでね、こいつええやつなんですよ、普段から優しいしね。竹山ちょっと来てくれっつって部室から顔出してね、呼んだらすぐ来てくれてね、竹山ちょっと今から見ることは誰にも言わんと、ちょっと一つだけお願い聞いてほしいねんと、保健室に行って絆創膏とテーピング取ってきてほしいねん、え何何どうしたんつって、で竹山に僕の患部、要は金玉がこんにちはって言ってるね、患部を見せたんですよ。で事情を説明しようとしたんですね。これバレたらやばいから、とにかくこっそり保健室に行ってくれへんかいみたいな、もう最後まで言い切る前に竹山が部室のドアを開けてね、おーいみんなすごいもん見れるぞー言うて他の連中を呼んだみたいな。あのね、2秒で裏切られたんですね、信頼してたやつから。で他の部員みんなが集まってきて、あえなく俺の幹部がみんなに見られてしまうというね、みんなもう笑うの通り越して真っ青になってたやつもおったしね、どうすんねんそれ言うて、で俺の中ではもう絆創膏を貼ってテーピングで止めて今日の練習を乗り切ってから病院行こうと思ってみんなに言うてんけども、それやめとけと、飛び出すぞって、今はまだこんにちはやけどね、ギュッて絞ったらポン出るぞみたいなことになってね、まあ確かにもう出たらそれこそやばいじゃないですか。でもう観念してね、先生呼んでくるわって言ってね、で先生が来てですね、いつも何やってもどつくめちゃくちゃ怖い先生が涙流して笑ってたっていうね。で先生の車に乗せられて病院に行ったというね。男の人ならわかると思うんですが、あの金玉の皮ってね、この肘のね、この曲げる部分の柔らかい皮に似てるじゃないですか、材質が。これって少々つまんでも痛くないじゃないですか。で金玉の皮も一緒で、ギューってこうひねっても全然痛くないんですよ。なので痛かったのは心の方だけみたいな、どうしようみたいな。結局病院連れて行かれて麻酔せずに縫われました、皮をね。その時に助手をしてた看護婦さん半笑いになってましたね。その先生にね、お前何してこんなことになってんって言われてね、いやあのボールに飛び移ったら落ちまして、あそうそう言うの忘れてましたけど、ボールに飛び移ってなぜ金玉の皮が裂けたかというと、紐を引っ掛けるこういうフックあるじゃないですか、あそこで切れたんですよ。あこれ言うの忘れてた。だから想像今しました、ボールの上から落ちてきてあのフックでねスパッて切れたんですよ。今想像したでしょ、よく皮だけで済んだなと思いませんでした。ほんまそうなんですよ、奇跡、皮1枚で助かったんですよ。僕ついてんのかついてないんかって言ったらよくわからんねんけど、もうついてると思うしかないかなみたいな。皮だけ綺麗に3センチ裂いてもっと深くいってたら中身までズボーンいってたと思うからね、まあそういうことですよ。まあついてたかな、はい。でそれを病院の先生に言ったら、何しててこんなことになって、いやボールに飛び移ってフックのとこで裂けましたって言ったら、看護婦さんが笑ってたみたいな。まあそんな中ね、塗ってもらったんですけども、さっきね肘の皮のとこ少々つまんでも痛くないって言いましたけども、さすがに針刺したら痛いんで塗ってる最中は痛かったです。ということが高校1年生15歳の時に僕の身に起こったゾッとする話と、これ後日談を言いますと、当然こういう系統の話って尾ひれをつけてね、どんどん噂話っていうのは広がるじゃないですか。一番ひどかったのが僕のね金玉が実は飛び出してグラウンドに転がっていったと、でそれを走ってるやつが踏んで潰してしまったとかね、わけわからん噂になって他校にまで広がってたというね、そういうことがありました。はい、ゾッとしました、アホらしすぎました。僕の中ではね、これ言うても15歳の時に自分の身に起こったことなんで、俺の人生ひょっとして終わったんちゃうのって、まあ、思ったんですけども、そこでハッと気づいたんですね。一番最初にお話しした中学の時の同級生の T 君のお兄さんの話、はい、ラグビーやっててタックルされて金玉が飛び出したお兄さん、そのお兄さんのことをね、お前の兄ちゃん人生終わったなって俺腹抱えて笑ってたんですね。これ完全にバチが当たったっていうことなんですね。
しかもその兄ちゃんはね、まだ名誉の負傷じゃないですか。練習中にタックルされて仕方ないというかね、不可抗力じゃないですか。で、僕の場合これどうですか、同じね部員のやつに2階から水ぶっかけてね、ほんで手叩いて喜んで、で目的をね達成したことに満足してね、で楽して階段から帰ってこずにポールに飛び移って、金玉、僕の場合飛び出さなかったんですけども避けるみたいな、これバチ当たったとしか言いようがないというか、まあ、倍返しやね、ほんまに人のことをバカにした。はい、久しぶりにこの話しましたけども鮮明に覚えてます。この忘れるわけないよね。15歳の時にこれをねしてしまったんで、まあ結構メンタル傷ついたんですけども、まあなんとかねこの年までちゃんと子供もできてね、子供も成人してますしね、この年までなんとかやってこれたっていうところでね、良かったんちゃうかっていう、何が良かったかわからんけども、まあ、そういうお話でした。自分で話してバカバカしすぎて怖さが吹っ飛びました。はい、良かった良かったということでね、今日の動画これで終わりにしたいと思います。もうねこれ思いっきりカミングアウトですけどね、俺の周りの友達はみんな知ってる話なんでね、この動画を見てるというか僕のねチャンネル登録してるツレはいないと思うんですけどもね、もしいてたらですね、あの時のあの話をさせていただきましたということで終わりにしたいと思います。コーヒーでも飲んで帰ろっかな。ということで次の動画でお会いしましょう。さよなら。